コウケおおえー、おおおおおおすごいアリスガー大使役のゼブンキーロくん、はい、そうですね、まあラップがうめえありがとうございます。なんかもうちょっと衝撃でしたね。あのそれこそヒプノシスマイクで初めて野瀬山くんと野津くんとはお会いして、はい、でこうまあお話もね、でもお話もこうあんまりしっかりする前に彼のこのラップをあ、え下ろしていいよ。あ、これもう下ろしていいですか。すごい、僕の名前を宣伝してくれてて、ごめんなさいごめんなさい、ずっとありがたいですけど今見た人アマちゃん見て野瀬山くんかなと思いました。僕がみたいな感じです。まあなんか本当にリズムキープから何から曲のなんか乗り方、あとその表現の仕方まで、こんな人眠ってたっていう言い方おかしいですけど、この声優業界にいらっしゃったんだと思って、それがまず衝撃なのと、みんなの弟ですよね。なんかね、渋谷の渋谷ディビジョンのこれやっぱ担当の声優なんですけど、どのディビジョンにもいるなっていう、乗っ取るんですよね、なんかどのディビジョンにも野津くんいますよね。乗っ取りが来るんですね。来ましたからね。そうそうそう、そう主に主に新宿ディビジョン、なりすましなんだよ。まあ、そんなことないですよ。ちゃんと渋谷ですからね、はい、でもなんかそれってすごい多分可愛がられるんですよ、彼って。だから可愛がりたくなるっていう、そこもすごい魅力的だなって思います。なんかそれがなんかアニメーションとかドラマでも見てて、そのダイスのなんだろうな、こう可愛さというか、これなんかいろいろあっても許しちゃうみたいなところに、なんかすごく彼は役はぴったしだったなっていう風に感じます。おー、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。今の聞いてどうですか、早見さん。本人じゃなくて。いや、的確ですよね。的確ですか。ありがとうございます。やった、的確いただきました。